風越公園は長野県北作郡軽井沢町にある都市公園である。公園内にある風越公園アリーナは1998年の長野オリンピックでカーリング会場として使用された。1990年に下記は屋内テニスコート、冬季はスケートリンクと切り替えて使用する風越公園アリーナとして開設。1993年に長野オリンピックの カーリング会場に決定し、1998年2月9日から2月15日まで、長野オリンピックにおいて、カーリング競技を実施した。2009年12月23日より、通年営業のスケートリンクに転換し、減少に変更した。スカップ軽井沢かつては、下記は、室内温水プール、冬季は、カーリング場として使用されていたが、2014年に、 通年型の温水プールに改修された。館内には会議室、多目的室もある。室内温水プール軽井沢アイスパーク通年型のカーリング場で2013年4月に開設された。軽井沢風、古市公園総合体育館旧軽井沢、勤労者体育センター体育館。2014年7月に建て替えられた。1964年の東京オリンピックの 総合馬術会場。1998年の長野オリンピックのカーリング会場として、世界で初めて夏き、冬季の両方のオリンピックの会場となったことを記念して、オリンピックの編成を映像とパネルで紹介する施設である。2000年に開館。スカップ軽井沢に隣接していた。2013年3月31日閉館。施設は改装され。 2014年5月1日、軽井沢町植物園展示館として開館した。スポーツ施設とは別に公園内に所在している。1975年開園。敷地約2万平方メートル。入園料100円。軽井沢に自生する植物を中心にした植物園。約145カ、1600種類余りの樹木や草花が植栽展示されている。 園内には、湧水、湿地、傾斜地などがあり、自由に散策、見学できる。管理棟、あずまや展示館5月1日会館を備える。展示、調査、研究のほか、軽井沢一帯の植物保全活動も行っている。ありがとうございます。